マリンフォードに襲来した白ひげ海賊団にインペルダウンを出したルフィたちも加わり、海軍、オーカ支部会との全面戦争が続いていた。白ひげと共にエース奪還を目指すルフィは、度重なる激戦で体力の限界に達していたが、イワンコフの応急処置によって持ち直し、決死の覚悟で進み続ける。一方、処刑台の上には戦争の様子を一人見下ろすエースの姿があった。自分のために命がけで戦う親父、弟、そして多くの仲間たち。エースの目から自然と涙がこぼれ落ちる。しかし処刑の時は刻一刻と迫っていた。エース、必ず助けるぞ。待ってろよ、エース。諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。くそったれ。夜と年並みは超えられんか、白ひげ。全員で白ひげの首を取れ。海軍はおっさんに向かってる。いいか、バナータは前だけ見てなさい。処刑台への道はバタ足に任せる。誰に物言ってやがる。俺は白ひげだ。おいおい、何やろう。てめえ、白ひげと組むのか。俺は誰とも組みはしねえよ。行くぞ、全力だ。のれ、何としても白ひげをなぎ倒すんじゃ。
らを処刑台に近づけるな。少しは構成して出てきたかと思えば。だったら出てきやしねえよ。殺されてえのか。口の悪いやつだ。どうだ、俺と手を組まねえか。手を組む？俺たちを同格に見んのはやめてもらおうか。手下にしてくれの間違いだろ。消えろ、フラミンゴ野郎。クロコダイル、貴様、白ひげで救援あるお前は我らに都合よしと思っていたが、よもや貴様まで処刑の邪魔をするとは。あんな瀕死のジジイは後で消すさ。その前にお前らの喜ぶ顔が見たくねえんだよ。お前らの思い通りにさせてたまるかよ。子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえ。未来が見たけりゃ今すぐ見せてやるぞ、白ひげ。やれ。やめろ。おいおい、マジか。親父や赤髪と同じ覇王色の覇気。どうやら今のは無意識じゃの。小僧、今助けるぞ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。急げ、エースの弟は。前後から挟み撃って追い込め。
食い止めろ。わしゃ海軍本部中二アジア。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくはわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌なことなどいくらでも起きる。
わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なさ。貴様も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国、私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。起きるぞ。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。切り抜くな、ルフィ。麦わらボーイ、エースボーイ、こっちはバタ足に任せて、早く行きな。奴らを逃がしてはならんぞ。これ以上ここにいてやる義理もねえか。ダズ、撤収するぞ。いや、セカンド。ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所に用はねえ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。そういうことって、ちょっと待てよ親父。縁起でもねえ、そんなもん聞きたくねえよ。一緒に新世界へ帰るんだろ。親父、おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。俺は時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。随分長く旅をした。
蹴りをつけようぜ海軍。おっと、簡単には逃がさねえよ。あいつを倒さねえと逃げられねえな。俺の能力で溶かしてやる。分かってる。無駄にはしねえ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ララ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 ラ。本気で逃げられると思うじゃるんか。めでたいの。もうダメ。無事を祈ってみるわよ。ここまで来るかな。
して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団、船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。敗北者、取り消せよ今の言葉。お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。ゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。しまいにゃ口車に乗った息子という名のバカに刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかるわ。生きる価値なし。海賊に行き場所はいらん。この地は抜かせやせん。人空手奥義。あ
放ったれが大宴会限定者として死ぬ。富山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ！みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう覚えも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。
今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはジンベイ、ロー、ハンコックらによって助けられ、アマゾンリリーにかくまわれる。ローの治療でどうにか一命を取り留めたルフィだったが、エースを救えなかったことで心に大きな傷を負い、自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ、俺は弱い、何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け、一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前様は見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ、次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。うわあ、もう何も見えんのかお前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな、ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、俺には仲間がいる。俺たち集合場所があるんだよ、行かなきゃ。すぐ開いて、あいつらに開いてよ。おお、ルフィ君、早速会えてよかった。ヘイリノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るか反るかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。了解。そうか、ルフィ、
分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああそういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャロニー諸島へ。